皆さんこんにちは。今ニョキニョキっと来ている注目の方にお話を伺うインタビューバラエティー、水曜のニョキ、今週も始まります。ニョキ。皆さんこんにちは、野沢こと野沢美里です。今回のゲストはセーラー服で妖怪体操第一を踊る動画で話題のまなこさんです。わー、どうもまなこと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まなこって、はい、本名ですか？本名じゃないんですよ。あ、そうなんですね。本名は全然違う感じなんですか？はい、全然違う感じです。由来は何ですか？特にないんですけど、本当に適当につけてしまって、はい、あ、そうなんですか？自分でつけたんです。自分でつけました。へー、はい。なんかまなこって言ったら目を、そうなんですよ、みんなのまなこに釘付けっていう、あ、かわいいのやら自己紹介でやらせてもらったんですけど、はい、あ、それの目のまなこ。そうです、そうです。確かにどんぐりまなこですね。本当ですか？はい、妖怪体操第一のダンスの動画、はい、大反響でした。 ありがとうございます。いや、まさか自分でもあんなにたくさんの人に見てもらえると思ってなくて、はい、そう、なんか申し訳ないことに妖怪ウォッチを知らずに、あ、そうなんですね、踊ってしまってはない。はい、はい、でもそのおかげで私妖怪ウォッチのゲーム買って、あ、今すっごい楽しい。ハマってるんですね。ハマってます。あ、そうなんだ。そのなぜ妖怪体操第一をダンスの選曲にしたんですか？なんか流行ってたっていうのはもともと知ってて、はい、うん、あ、簡単だなと思って。簡単だなと思ったんですか？簡単だなと思ったのと、あと、はい、いろんな人が上げてたから、じゃあ私も上げてみようかなって思って。なるほど。一緒にそしたら話題に。はい、まさか。いつからダンス？ダンスをきちんと習い始めたのは2年前くらい。2年前くらいからなんで。結構浅いんですね。2年でそんなに上手くなる？いや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 、全然なんですけど。はい。きっかけは何だったんですか？きっかけは、あの、いくらさんって、あの、いとくとらっていう方がいらっしゃるんですけど、私その方の動画見て、はい、あ、かっこいいなと思って、見よう見まねでダンスを覚えてからなんですよ。自分独学で覚えて。じゃ教室とか通われなかったの？あ、通ったことない。すごい、はい、あ、そうなんですね。所属されていたダンスロイドが7月で解散になってしまいましたが、はい、今後はどのような活動を？まだ今は、あの、個人的にもニコニコ動画に自分の踊ってみた動画をアップしたり、はい、あと、はい、イベントに出させてもらったり、たくさんどんどんしていきたいなとは思ってます。どっちが好きですか？動画を撮るのと、ファンの方々の前で。やっぱりなんか直接応援してもらえるイベントに出て踊るのが楽しいです。アイドルさんではないんですか？でもサイリウムとかアイドル振ってもらうんじゃないですか、はい、私サイリウム振ってもらったり掛け声かけてもらうのすごい大好きなんで、うん、あ、そうなんだ、はい、じゃあアイドル兼ダンサーみたいな感じ感じですね。にゃーき。ここでまなこさんに一問一答。自分の性格を一言で言うと。性格か。食べ物に例えても大丈夫。食べ物に例える。はい、難しい。食べ物か。あ、色でも。色、はい、何色だろうな。青。青、なんでですか？なん、青が好き。青が好き。爽やか。あ、爽やかです、私とても。はい。あれ、言われたことないですけど。あ、そうなんですね。爽やかって言われないんですか？クールって言われます。あ、クールなのか。初めて見る人は。なるほど。動画とか見てたらクールだねって言われるけど、喋ったら子供っぽいねとか言われます。動画ですよね。そうですか。入ります。しかも喋るともっと子供っぽくなっちゃうんで、はい、声ですかね。いや、多分性格。性格。ご兄弟とかいらっしゃるんですか？弟が。あ、じゃあお姉さんなんですね。そうなんですよ、長女なんで。しっかりしてるはずなのに。いや、しっかりしてると思います。はい、はい、好きなアーティストは？好きなアーティストはゆずです。あ、ゆずさん。はい、なんか全然女の子が出てくると思った。本当ですか？私もちっちゃい
ちゃい時からゆず大好きで、ライブとかもよく行かせてもらってる。きっかけは何だったんですか？きっかけはなんか多分小学校の時に栄光の架け橋を合唱とかで歌ってて、はい、ああいい曲だなとか思って、それでずっと聴いてて。歌を歌うの好きなんですね。あ、歌を歌うの好きだし、ゆずの曲がとっても大好き。S か M かで言うと私ですか？はい、M だと思います。あ、 M なんですね、はい、なんか確かに M っぽいかも。本当ですか？、うん、でもよく言われます。よくいじられそう。あ、いじられます、うん、超なんか高校の時からずっといじられてて、はい、ちょっと悲しいんですけど、うんうんうん、踊り以外の特技は？特技っていうかサッカー。サッカー得意なんですか？習ってたんですよ私。じゃあリフティングとかも？リフティングでも20回くらいしかできないんですけど。20回ってすごくないんですか？分かんない。でもサッカーしてる人はもう、はい、ずっとやってるか、ずっとやっちゃうから全然だと思うんですけど、サッカー習ってたんで。いつ頃ですか？と幼稚園、小学校の高学年から中学生にかけてちょっとだけ。なんでサッカー？あの家族がみんなサッカーやってて、うん、その影響なんですけど。苦手なことは何ですか？苦手なこと、怖い、なんかホラー映画とか。あ、怖いですよね。ダメなんですよ、話とか聞くだけでも。自分全然見ないんですか？見ないです。1回だけ見たことあるけど、うんうん、一番怖いシーンは見てなくて、こうやって隠れてて、何があったのって肝心のとこ見てないみたいな。あのお化け屋敷とかは入ったことないです。あ、もう嫌だから入らない、ね、怖い。もう嫌なものは絶対やらないんですか？やらないです。もう友達に勧められても？え、絶対嫌です。じゃあ大好きな人ができて一緒にお化け屋敷行こうよ。え、嫌です。絶対に入らないです。お化け屋敷行ったら付き合ってあげる。嫌です、そんな人は。あ、そんな人は嫌だ。化け屋敷、まあ、確かに嫌ですね。嫌ですよね。にゃーき、ノーザのお絵かきコーナー、イエーイ。今回はゲストのまなこさんを描きます。はい、お願いします。お願いします。今日縦向きに描こうかな。まなこさんは絵は描かれないんですか？絵描きます。あ、そうなんですね。はい、絵描くの得意なんですか？得意ではないですけど、はい、絵描くの好きなんで、うん、たまに描いてます。どんな絵を描くんですか？アニメのキャラクターとか動物、なんかイラスト、いろんなの描きます。動物だったら何か飼ってたりしますか？動物はあのチワワ飼ってるんですけど。あ、そうなんだ。ノーザも飼ってます。本当ですか？めっちゃ大きいチワワ飼ってるんですよ。私も大きいんですよ。何キロ？4キロ同じぐらい。で、あれチワワじゃないですよね。カピオみたいですよね。そう、楽しみ、色使ってくれてる。チワワの名前は何ですか？チワワの名前はフランって言います。フラン、フランくんね、男の子なんです。え、お菓子からつけました。あ、そうです。あ、うちもロコっていうお菓子があって。そうですか？お菓子からつけたんですよ。うん、なんか一緒ですね。ね、フラン美味しいですもんね。美味しいです。複雑ですね、ちょっと。何か開けました。いきまーす。じゃーん。あ、私ですか？まず、はい、まなこさん、色白で、はい、スッとしてたので、はい、ありがとうございます。麺類っぽいなって思ったんですね。麺大好きです私。あ、本当ですか？はい、なんか乳麺とそうめんと迷ったんですけど、はい、これ乳麺です。乳麺、はい。で、こう伸びてて、はい、あの腰があって白くてこうシューンってした感じ。ありがとうございます。はい、あのこれ何ですか？これですか？はい、これほうれん草です。ほうれん草。ほうれん草好きですか？ほうれん草好きですよ。そうなんですか？はい、どうして好きなんですか？なんか野菜好きなんですよ。あ、はい、そうなんだ。ノーザほうれん草嫌いなんで。あ、でも書いてくれたんですか？そう、まなこさんにあげよう。ノーザの分ところに入ってた
ほうれん草をちょっとここに ありがとうございました。ほうれん草大好きだから嬉しい。あ、本当ですか、はい、にゃーき。告知を一つさせていただきたいんですけれども、近々私たちが新しく新ユニットで活動させていただくキュールというユニットの公式記者会見が行われる予定なので、皆さんよかったら見てください。よろしくお願いします。せーの、水曜のニョッキー。